福岡市整形外科院火災とは、2013年10月11日に、福岡県福岡市博多区の整形外科院、安倍整形外科で発生した火災である。死者10名、負傷者7名が出た。日本国内の火災により2桁の死者が発生したのは、2009年3月に、群馬県渋川市の老人施設の火災で10人の死者を出して、以来4年7ヶ月ぶり。 医療機関に限れば、1973年3月、福岡県北九州市八幡区の福岡県、再生会八万総合病院で発生した火災で13人の死者を出して、以来40年ぶりとなった。2013年10月11日2時20分頃、福岡市博多区住吉5丁目の整形外科医院で、地下1階にいた夜勤中の60歳代の女性看護師が、 入院患者の世話のため地上階に上がった際、一階初期室にある温熱療法の機器周辺から火が上がっているのを確認。同看護師が一度病院外に出て通りかかったタクシーの運転手に火災通報を要請し、タクシー運転手より110番通報が警察に行われた。警察から消防への通報転送により直ちに20代の消防車が 火災現場へ出動、消火活動に当たった、結果、約2時間後に消し止められた。福岡県警察本部博多警察署の発表によると、出火当時、院内には18人がいたが、この火災で、いずれも70から80歳代の入院患者の8人と、同院院3階に住んでいた全院長夫妻2人の、計10人が死亡した。遺体の状況などから、 死因は一酸化炭素中毒の可能性が高く、二階の入院患者は、ほとんどが自身の病室のベッドの上で心肺停止状態で見つかった。その他、入院患者三人、院関係者の女性二人の計五人が負傷。残り三人は自力で脱出した。この病院の建物は、鉄筋コンクリートであり、同年の6月7日に、 福岡市消防局の査察を受けた際には、防火管理者が選任されておらず、消防当局より安全指導を受けていたことが、火災後の調査などで判明している。同員は、1969年に会員。19病床で665平方メートルと、スプリンクラー設備設置義務の対象となる6 0 平方メートル以上より、延べ床面積が、はるかに少なく、エレベーターもなく、消火後の現場検証によると、防火扉7枚はいずれも開いたままで、センサーは溶けた状態だったという。消防の先着体が現場に到着すると、すでに1階の窓から火炎が吹き出しており、初期消火もされず、かつ通報も遅かったものとみられている。その後、福岡市への取材により、 火元となった1階の階段近くにあり出火時に開いたままだった防火扉が1974年の建築基準法改正後には設置を認められない旧式で約3年前の建物増築に伴い新式に変える義務があったが放置していたことが判明した。また4階の防火扉については開けても自然に閉まる常平のものだったが取っ手と 階段手すりが長さ数十センチのロープで結ばれ閉じない状態にされていた。福岡県警察は治療機器の電気系統に異常がなかったかなどを中心に調べており、1階から出火して煙が上階に充満し、入院患者や元院長夫妻が逃げ遅れた可能性が高いとみて、業務上過失致死傷容疑での立件も念頭に調べていた。 同月18日には同容疑で委員の家宅捜索を行った。その後、福岡地方検察庁は証拠不十分として同委員委員長を不起訴処分とした。また、同委員長に刑事罰を課さないよう求める単案署名が地域住民などから約16万人分集まっていた。今回の事態を重く見た総務省消防庁は医療機関に 火災対策のさらなる徹底を求め、全国の都道府県や、政令指定都市などに通知した。また、埼玉県では本火災の後、県内全自治体の病院、医療施設について、緊急点検を実施して14施設で、建築基準法違反が発覚したため、埼玉県はこれらの施設に是正指導を行った。国土交通省では火災を起こした、医療施設が、 防火扉の点検を行っていなかったことを重視し、これまで建築施設の防火扉の定期点検が各自治体の裁量任せだった点を改め、建築基準法を改正して防火扉の定期点検義務化を法令で規定する方針を打ち出すこととなった。ありがとうございます。